はいどうもコミです。さて本日はバーエレンさんからお届けしてまいります。つむぎ組さんのファミリークランですね。で今クラン対戦リーク中なんですけども、やっぱね苦戦するんですね。マスター2とか1になってくると相手が結構な数3ホール14を揃えてくるんで、3ホール13、12ではまあ苦戦しやすい環境にはなるんですが、まあ、その中でもひときわね輝きを放っている3ホール13どんなアタックしてんのっていうところを今日は見てもらおうというふうに思って動画回しております。でこの13の使っている戦術っていうのは特に13だからこれっていうもんではなくて、実は14でもめちゃくちゃ使える戦術なんですね。何かというとこれですね、シュータースーパードラゴンです。これねタウンホール14だったら、アーチャークイーンにユニコーンが効くから強いんでしょっていうのがね、ちょっと言われてたことでもあって僕もそう思ってたんですよ。だけどペットがいないタウンホール13でもう全然強いんですね。なんで強いかっていうと、やっぱりスーパードラゴンそのもののスペックが高いので普通にスーパードラゴンで押し切れちゃうんですね。タンホールが真ん中にあるこういう、まあ、サザンクロスと一般的に言われるタイプの村になりますが、まあ、今日見てもらうのは2個はこういうタウン真ん中系で1個はタウンが端側系というのを見てもらいます。どれもシューターが刺さるポイントをきっちり見極められるかどうかっていうところにかかってくる、まあ、わけなんですが、それが見極められた瞬間に勝ちっていうレベルに強いんですよ。全然強い。で、タウンホール14のこれ、レベルマックスのタウンホールですね。いや、ポイズンダメージも最高に入るし、投石機もレベルマックスっていう、まあ、状態。で、まあ、アーチャークイーンだったりの、レベル、まだ全部上がりきってはないですけども、低いとは言えないレベルですよね。で、これに対して、すんごい綺麗に決まってくるんですよ。ちょっと見てほしいんですけど、シューターでこの3次方面ガッと削ってます。もう何のダメージもシューター受けないんで、このシューターでもう無条件に3次方面を破壊し尽くして、で、キングとクイーンでここ10次方面破壊すると、ドラゴンのルーズをこういう風に作れますね。こういう風に。で、ここをドラゴン出しがこういう風にね、面で面で攻め上がってタウンホールにアプローチしていくと、まあ、いう格好になっていくわけなんですが、しっかりタウンホールにポイズンを当てていって撃破します。で、もうねトーン使っちゃってるんで、もうタウンホールのポイズンダメージにドラゴン入っちゃうのはもう覚悟ですね。入っても仕方がないかなぐらいに考えてやってるんじゃないかと思います。でもシューターは延々にこの3次方面ガツガツ壊しまくってくれて、で、アーチャークイーンにやっぱねユニコーンいないんでこう最後に生き残らずに落ちちゃうんですけども、落ちてしまったとしてもまだまだ余力があるね状態、ユニットパワーがあるので、ロイヤルチャンピオンもやってもここから出てきましたね。ロイちゃん出していって、でさらにレイジフリーズを当てていく余力まである。しかもこちら側9時方面にはスーパードラゴンまだ3体いるという状態ですね。まあ、こんな感じになるわけなんですよね。普通にタウンホール14の村であっても、まあ、カンストしてないにせよね、落としにくいタウンホールとか、全然問題なくシューターとスパドラでいけちゃうので、アーチャークイーン最後までユニコーンつけて生き残らせるっていう、まあ、その方法がタウンホール14の、シュータースーパードラゴンでは鉄板だったのは間違いないと思うんですけど、ではなくて、タウンホール13の場合にはむしろスパドラを生き残らせるような形でプランを組んでいく、ないしは、まあ、ロイちゃんを最後まで生き残らせるみたいなことを意識すると伸びるのかなっていうのがね、まあ、このアタックを見てても分かるところかなというふうに思います。はい、では2本目見ていきたいと思います。もうね2本あるんでね、あと、合計は3本ともらっていきます。はい、真ん中にタウンホールがあって、対空砲全部レベルマックスの、これ、投石機もレベル最大ですね。アジア島とか大砲とか、まあ、レベル低いんですけども、対空攻撃力っていう面で言えば、まあ、結構高い村だと思います。タウンホール13レベルとは多分言えないんじゃないかな。14レベルに入り込んでると言ってもいいと思いますね。14序盤ぐらいに対空防衛はあるはずなんですけども、イーグル砲もレベルマックスだし。なんだけどしっかりとこれ投石機にシューターが刺さるようにしてるんですね。でもう分かってる人は聞いてもらう必要ないんですけども、シューター使う時の注意点っていうのは、まずクロスボウ、これ陸であれ対空であれシューターの射程範囲よりも遠くから撃ってきちゃうんで、そこは狙わないようにします。かつ迫撃砲、迫撃砲もシューターと攻撃をお互いにこうし合っちゃう、まあ射程距離持ってるんで、
迫撃砲のダメージも結構シューターには痛いんですよ。相当痛いんですね。なんでこの2つの防衛があった場合にはそれなんとかしない限り、シューターそこには刺さらないというふうに思った方がいいかなというふうに思います。がまあクロスボウもこう遠くにあるんでね、別にまだまだ距離があるから、ね、シューターで宝石狙うぐらいは十分できますよってことですね。で、よいしょ、ごめんなさい、よいしょ。で、シューターでしっかりこれもうこの対抗のところまでがっつり蹴ってますね。蹴っていきながらキングとクイーンをここの部分に出していくんです。ここね、キングクイーン出していって、でドラゴンをこの面から出すことによってちょっとこれ逆走仕掛けちゃってますけども、ドラゴン出しの、歩くそのなんていうのかな、ルートをこういう風に作るんですね。こういう風にこういう面で進めていくことができるので、中央部分に向かってるんであれば、でここの部分、この角っこから発進させるんじゃなくって、ちょっとだけ奥側からっていうのかな、奥の方っていうのかな、こっちに出してあげるキングとクイーンですね。そうすることによってドラゴンたちがしっかり真ん中に進軍していく。でさらにこれ、真ん中の部分もトーム使っちゃってるんでトームないんですよ、やっぱり。なんだけども、序盤こそこう密集して進んでいたスパドラが終盤の方に向けてこう広がってますよね。でも広がるのは結構あえて広がらせるぐらいに思ってもいいんじゃないかと僕思っていて、スーパードラゴンって一体一体の個の突破力がめちゃくちゃ高いんで、むしろ密集させてマルチインフェルノとかウィストンのダメージを一緒に食らっちゃうとか、あと赤爆弾ですね、あれの大量に置いてあるのに巻き込まれて、もうスーパードラが一網打尽にされるぐらいであればバラけ出しちゃって、でそういう範囲ダメージから守るような意識で使っていくっていうのが、このユニットを使う場合は強いのかなと思いますんで、まあ、序盤はやっぱね、ちゃんとトーム、レイジーをまとめてかけるっていうことを意識するためにも、塊で動かした方がいいんですけども、中盤から終盤はばらけてもいい。まあ、そんな風に考えて使っちゃっていいんじゃないかなというふうに思います。これもめっちゃ綺麗な展開ですよね。ユニットレベルは当然タンホール13なんですよ。なんだけども、14対空防衛をこう、投げ倒していけるっていう。この破壊力がね、めちゃくちゃ、強いなっていうところですね。やっぱね、14と13ってヒーローの存在感が違うんですけども、戦術の互換性はあるし、まあ、その時にどっちがメインで最後まで生き残るべきユニットなのってところを考えながら使っていけさえすれば、割と、ね、同じ戦術をこう使い回せるところはありますね。まあ、ただやっぱりそのね、どっちがメインなのってところを見極めるのが難しいっちゃ難しいんですよね。このアタックに関してはこれ9時方面をシューターで潰しながらスパドラをここから当てていきますので、キングとクイーンでこっちをカットするっていう形になります。でキングとクイーン本当はねここを動いてほしかったんだけど、ちょっとねこれキングは3時方面、クイーンは9時方面っていう風に多分これミスだと思うんですが、分かれちゃいます。分かれちゃうんですけども、それでもやっぱ取れるんですね。それだけの破壊力を持ってるというか、まあ、この村の場合にはタンホール14は本当もう成り立てっていう感じですかね。13レベルの防衛力と言ってもいいんじゃないかというふうに思うんですが、まあ、そういうプランミスが起こったとしても、シューターが刺さる部分っていうのを見極めることができたりすれば、非常にやっぱ強いので、間違いなくね、前回まで持っていけるんですよね。で、まあ、1分間ぐらいですか、今、1分弱かな。シューターで、単独で仕事をさせた上でドラゴンを出していくっていう感じですね。こんな感じ。で、アチャクイがね、こういう風なルート通りかけちゃってますけども、まあ、それでもいけちゃいます。アチャクイはもう多分やられちゃうんでしょうけど、スパドラが生き残ればこの戦術の場合いいんですよね。しっかりと面でスーパードラゴンが、前に前にこうね、線を押し上げていって、防衛軍と当たるところでトームを打ちながら、フリーズですね。ちょっとフリーズ、まあ、早かったんだけど、別にこれぐらいは問題ないかな。全然問題ないですね。はい、このままスパドラが一気にタンホール方面まで向かっていきます。カットしっかりね、この部分までシューターでカットが入ってるんで、スパドラが、8時方面に取れませんよね。それずにしっかりタンホールにアプローチできている。これがやっぱりできる理由っていうのは、シューターを使っていたからということにほかならないかなというふうに思います。で、あとはもうこんな感じ。2人に、スパドラがばらけてますけども、まあ、ばらけていいんですよね。ばらけた上でガンガン進んでいってくれればそれでいいと。いう格好ですね。ノコたちもはポイズン1枚に、フリーズ1枚。ポイズンは、まあ、このロイちゃんに使ってもよかったのかな、どうだろう、まあ、使わなくてもいけちゃってるっていうね、まあ、この強烈なスペックですよね、スーパー、レイジャーでは、
ロイちゃんは味方でした、ごめんなさい、間違えた。このアチャクイね、アチャクイのところにまあポイズン使ってもよかったけど、まあ、使う間もなく一瞬でもうフリーズで突破しちゃったんで、うん、まあ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 、もんでなしって感じですね。ロイヤルチャンピオンやっぱり最後まで生き残ってスーパードラゴンは4体来てるという感じ。タゴール13でライドラが流行った時によくあったパターンですけども、まあ、序盤ライドラでガンガン進めておいて、でキングクイーン出して、で最後の仕上げにロイちゃんを出すって、でロイちゃんを最後まで生き残らせるような使い方をするっていうね、パターンが流行りましたが、まあ、スパドラも今回見ててはそんな感じですよね。スーパードラゴンを序盤どんどん酷使していって、で、スパドラがいなくなる前にロイちゃん出して、でロイちゃんを最後まで生き残らせるような、まあ、タイミング感を掴んで使っていくっていうのが、まあ、やっぱこのタウンホール13における、ヒーローと、ドラゴンの、その主役とその交代ですね。序盤はキングとアチャクイっていうのは、まあ、カット用のユニットあくまで、で主役はスパドラで、終盤にかた、終盤に差し掛かる部分で今度はロイちゃんにバトンタッチするイメージですね、を意識しながら使っていくとうまく決まるんじゃないかというふうに思います。ご参考になれば幸いです。シューターのね、刺さる場所も、もう一回ちょっと分かんなかった方は見直してもらえたらというふうに思います。というところで今日の動画を終わりにしたいというふうに思います。僕のチャンネルこんな形でクラン対戦のタウンホール13、14メインで解説やっております。いいなと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴お願いいたします。では今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。